サッカー J リーグ柏レイソルのキャプテン大谷選手が出身地である千葉県流山市の小学校にサッカー用品を寄贈しました。サッカーの楽しさだったり素晴らしさっていうものをこう、まあ、ボールを通してですけど感じてもらえたらなと思って、今回流山市の17校にボールなどを送らせてもらいました。柏レイソル一筋19年、ミスターレイソル大谷選手は子どもたちにサッカーを楽しんでほしいという願いから行動を起こすと、オンラインでの交流会では大谷選手からいただいたボールも使って元気に外で遊びます。大谷選手も頑張ってください。子どもたちから感謝の言葉、さらには大谷選手に小学校の PR も。この学校は木造建築のため木の温もりでとても暖かいです。毎週挨拶運動をして日本一を目指しています。ゴリラの形をした木があったりします。母校でもある西初石小学校では、もちろん大谷選手は西初石小学校の校歌を覚えていますよね。一緒に歌ってください。覚えていないのか困った表情の大谷選手。でも途中から本当なんとなく思い出してきました。歌ったというよりは口ずさんだぐらいです。今コロナ禍でなかなか難しい時期を過ごしている子どもたちに何かできないかなっていうので、育ったところになんとかね、どういう形であれ恩返ししたいなっていう思いを常に持ってたので、何らかの形でこう地域に恩返しがこれからもできればなと思いますけど、本当に無邪気な子どもたちに癒されました。